ちは、こんばんは、サリーランドです。2015年初通常配信、通常配信でございますね、今日。はい、1月ですよ。1月です。皆様、見ていただきました？新年一発目、ですね、2発目見ていただけましたでしょうか。去年頑張って私たち作ったスゴロク大会と、そして新年祝いおもてなしをいたしました。見ていただけましたでしょうか。サリーのもてなしどうでしたでしょうか。足りねえよって。かもねちょっといなかったかな。はい、まあ、1月になりまして、皆さんもまあもうお正月も休みも終わっちゃって。そうですよ、休みボケですよ。そうだよね、はい、そうだと思う。今日のりーちゃんね、ちょっとぽやぽやしてんだよね、いつもより。もうね、家は最高だね。1年ぶりですね、お家、はい、最高でしたか。最高でした。もう毎回思いますね。実家は最高だと思っていいなと皆さんちゃんと親に感謝してください。そうですね。お餅もいっぱい食べた？食べました。年の数だけ食べた？いや結構な食べられるんじゃないかな。ね、いいことあるかもしれない。そうだね、豆じゃないんだから。まあ皆様、そんな、ちょっとぽよぽよした休み明けでございますけれども、はい、ちょっと切り替えていきましょう。そうですね、そう、今日から切り替えていきましょう、はい、バシッといきましょう、はい、2015年通常配信サリーランド一発目ですから、はい、バシッといきましょう。ということで、よし、はい、今日も素敵なゲストさんいらっしゃっております。はい、早速お呼びしましょう。ミャンマー祭りでご一緒させていただきました、はい、マリンさんです。どうぞどうぞ。どうも、今日はマリキ、ありがとうございます。ありがとうございます。サリーランド、私たちはミャンマー祭りでね、ご一緒させていただいたんですけれども、サリーランドのつなぎは初出場ということで、ぜひ自己紹介お願いいたします。はい、私はエアプレンレーベルという音楽レーベルに、所属しているマリン春江です。どうも、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。そうなのです、ミャンマー祭りでご一緒させていただいて、私たち実は裏で2人でずっとマリンさんがお話ししてる間に、すごい綺麗な人だよねって2人で言ってたんですよ。やばい、あんな大人になりたいって、なんか雰囲気とかはさ、いいよねって、すごい素敵ってずっと言ってたんですよ。本当にずっと言ったんです。ありがとうございます。来るたびに言って、はい、2日にわたって言ってました。私たち、マリンさんみたいになりたいねってずっと言ってたんですよ。だから今日ゲストに決まった時すっごい嬉しかったんです。で、本当楽しみにしてました。楽しみにしたんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サリーもそんなマリンさんのような素敵な女性になりたいということで、じゃあ質問カード、はい、はい、毎回ゲストさんに質問を書いたカードを引いてもらっております。今日も引いてもらいまして、ここでしか見られないマリンさんの素敵なところをサリーがどんどん吸収しちゃいましょうというコーナーでございます。よっしゃ、今日はね、バッチリ吸収していきましょう。ちゃんと吸収しないと今日は。ということで、早速1枚お願いします。それでは、じゃあこの辺から、この辺から、はい、はい、さてさて、なんだろうなんだろう、おー、来ました、じゃん。この仕事を始めたきっかけ、はい、これはもうね、本当私昔から何だろう、音楽が好きでね、はい、単純にで、これを絶対に仕事にしたいと思ってて、かっこいい。そしたらなんかこう、それが実現しておっしゃった。なんかなりたい、したいと思ってたら、本当にこう音楽の仕事に就くことができたという感じですかね。へー。その、例えばきっかけというか、その音楽が好きになるきっかけって、なんか例えばアーティストだったり、なんかこういう音楽を聴いてたりとか、これをもしくはやってたんだよっていうのがありますか。こういう楽器やってたとか。多分本当にもう幼稚園入る前ぐらいから、なんかわからないけど、こうピアノの音とかなんか流れてくるこう音楽が多分入ったんでしょうね。でそれなんかやってみたいとか、こう練習してみたい、なんかでも弾いてみたい、なんかそんなのがごちゃ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 、多分小さい頃からって、これが普通になんかこう、もう音楽っていいないいなみたいなのが、ほんとずっとこう来て、何か楽器とか、そうですね、やっぱ小学校入って、まあ、ピアノ教室は今ね、まあ、そういうのはよく通ってね、うん、そっからなんかずっとなんじゃないかな。ずっとピアノも続けて。そうね、学校でもほら、勉強も一番、多分音楽が一番得意だったし好きだったみたいな。それ以外は全然ダメだけど、音楽だけならもうしてくれみたいな。
なんかもう日常的にっていうかもう当たり前のように音楽があったんです ね、 ですねきっとね。本当でそれを好きで好きでそのままそのまま来ちゃったし、ね、すごいかっこいい。いやいや、いや思いが形になって、うん、いいよね、かっこいいよね、かっこいい。いやそうそうなのかしら。そうね、そうね、私たちもやりたいやりたいって思いを形にしていきましょう、うん、そうですよね。それでもう一番お願いします、はい、じゃあ一番口、はい、ではなんだろうな、また来ました、こういうじゃじゃん、仕事をしてて良かったこと、やっぱりもこうしてお二人みたいにね素敵な人に出会い、まあ出会いがやっぱりいいことですかね。はい、でもそうですね、音楽をやってると出会いは、ね、外にこう行くことが多いし、大好きな音楽で繋がれるわけだから、やっぱりそうですね、何よりも人と出会えることかな。今までで一番こう印象に残っている出会いとかなんかありますか？そうですね、まあそのまあ、ピアノを小学校の時習った時ね、もう他界されちゃった人、私の前もばっかりなんだけども、やっぱりあの渡辺明村さんっていうね、はい、あの素敵な、まあ、合唱隊にも入ってたんで、その時の指揮をやられてた人がいて、まあ、その先生、それから10代の高校生に入ったことに、今もね、あ寺山修司さんというね、まあ、詩人の、まあ、素敵な方に会って、まあ、そんなまあ出会いは途中途中あって、そういうことでもあって、まあ、こういう活動が続けてこれる、憧れというかずっと見てきてた人に会えるって、うん、すごいよね。願うことかしら、願って憧れのあの人にも会いに行きましょう。よっしゃ思いが通じる、思いが通じる。もう一枚お願いします。はい、真ん中、真ん中から、はい、真ん中じゃん、あ、あじゃじゃん、来ました。尊敬している人物ちょっと今違う、ね、違うね、教習と尊敬できる方がね、その人と本当もう普通に街歩いててもね、その瞬間は素敵な人、素晴らしい人っていうね、うん、まあ、そういう人を出会うんですけど、場面場面でもそう、ね、違いますよね、うん、ただまあこういうのがあるんですけど、やっぱり私は自分の母かな、うん、なんか普通の話になっちゃうけど、やっぱりそうですね、一番自分が尊敬できるのはやっぱり、まあ、またこちらもね、ちょっと天にはもうだいぶ昔に召されちゃったんだけどでもやっぱり一番かな。一番、どんなお母様だったんですか？そうね、やっぱり私がやっぱこう活動するような、そういうね、やっぱり素晴らしい人だったかな、強くてね、やっぱり強くて、なんかこうなんだろう、あったかくて強い人うまく言えないけど、あったかくて強い人、でもその血をそうね、なんかわかる気がします。まあ近くでね、やっぱり言うと親と子ってね、意外といろいろあるんですけどね、はい、でもまあそれはそれで、まあ、それは親子ですからね、うん、でも今思うとそうかな、いろんな時代をこう生きてきたっていうのは、そばにいた自分が見てたからこそ尊敬できるという、はい、いや素晴らしい、素晴らしいだってそういう人になりたいじゃん、なんだろう、娘にそう思ってもらえるお母さんってすごくない？素敵です、すごいよね、うん、自分なれるかな、なれるかな、二人ならなれる、反面教師にならないかなみたいな、じゃあああいう母親的に私はならないとか言われたらさ、ちょっとさ、ちょっとそっかと思ってるね、なんかね痛いって感じがするね。まあでも目指しましょう、目指しましょう、初よしですから ね、 そうですね、強くなっていきましょう、女は女は強い、はい、はい、まあ、というわけで今回はですね、エアプレーンレーベルさんということで、はい、ぜひともおすすめの音楽をお聞きしたいなと思っているんですけども、何かございますでしょうか？はい、あのね、うちのレーベルは本当ジャンルこだわらず、もういろいろなね、まあ、多彩なこう、まあ、音の色を持ったレーベルなんですけど、はい、ちょっとね今年入ってまあ、ミャンマーのね、あの伝統音楽、そういう CD を作ったのね、でそれを今日はちょっと紹介したくて、ちょっとまあこういう可愛らしい、はい、ね、雰囲気のものが入って、はい、まあ、古い音楽のね、とお思いなんでしょう、
か。実はそうです、ね、楽器も古いんですが、はい、演奏しているミュージシャンたちがね、もともと楽譜がもうない世界なんですね、はい、この世界って、はい、だから、まあ、ジャズじゃないんだけど即興で演奏をその場で自分たちで音楽を作っていくという、まあ、そういうスタイルの音楽なので、もちろん200年前の古い歌ではあるんだけど、それが今風に演奏されて、まあ、ある意味新しい音楽かな、新しく、うん、そうです。ちょっと最近一生懸命頑張って繰り出してるかなっていう感じで、こちらにもねあるんですけど、はい、いっぱい楽器が、そうだね、珍しい楽器が、見たことない楽器、見たことない楽器がいっぱいあるんですけど、はい、これさっき先ほどちょっとお話ししてたのが、そう、この、はい、丸い、丸い、丸いこのフロークみたいな、うん、下の方に写真はあるんですけど、ちょっと見えにくいんですけど、このチラシとかこの CD のジャケットになってるこの絵なんですけどね、はい、これも楽器ですか、うん、って、そうなの、21個のね太鼓がこの8つのね、まあ、板で囲ってあるんだけど、うん、サインワインというね楽器なんです。で21個音が違う、そうなんです。でこの筒というか桶の真ん中に人が入って叩くらしいんですよそう、ストレスチックの音が聞こえるらしい、ね、しかも、まあ、皆さんちょっと分かりにくいかもしれないですけど、私たちがいる部屋の半分ぐらいありますので、って相当でかいですよちょっと説明ね、ちょっと何だろう、車庫ぐらいある。車一台ぐらいあるかなぐらいだね。びっくりした。ちょうどね新年もね開けて、はい、ちょうどいいんじゃないかなっていう感じで、うん、そういう雰囲気の、そういう雰囲気の新年に開けた感じの、うん、そうアジアのね、こうなんとなく心地いい、心地いい元気にこうあるような、まあ、いい感じの鳴る音ではないかとおすすめでございます。こちらは。うん、イオフレンレベルさんの公式ホームページのウェブでも購入していただけるということで、そうなんですよ、皆さんはいかがでしょうか。100年前のラブソングが中に入っているんですね。ジーンとシューゴーで、ね、はい、そして、はい、そして、はい、来年新しい CD が出るとお聞きしたんですけれども、そうなんです、あの今度は私のね、はい、個人なの、まあ、一応歌手活動もしてましてね、はい、イングリッシュコンサーティーナってまた小楽器なんだけども、はい、まあ、こういう小さいアコーディオンみたいなこうちょっと近い音がするんだけども、うん、ボタン式のねこう演奏をする小楽器があるんです、はい、めったにこれは弾ける人も少ない貴重な、まあ、演奏者が実は日本で三浦美幸さんという女性がいらっしゃるんですね。でその彼女がまあちょっと、一緒に私と、はい、ユニットで何かやってみようということで、皆さんも大体知ってるようなね、あの曲がこう入ってるアルバムを作るということになって、で録音はもう済んでまして、はい、でそれをまあちょっとリリースがちょっとまだいつという感じではないんだけど、まあ今年早々出して、で一応ライブがねあるので、まあもしよろしかったらバレンタインデーの1日前、2月13日ですね、東京クラブっていうところで、まあ、水道橋なんですけど、はい、うん、そこで私がたまたまちょっとゲストでその参加させてもらうんですけども、また詳しくはエアプレンレーベルのホームページで詳細が出ますので、ぜひよろしくお願いします。楽しみ、何年か聞いてみた、楽しみ、楽しみ、ぜひ皆さんお足を運んでいただいていかがでしょうか。行こうと行こうぜひご招待はい、というわけで、はい、なんか短い早いんですけどお時間になってきたんですけれども、はい、今回はいかがでしたでしょうか。いや、本当ね、こういうね、なんか素敵なお二人にね囲まれてこう話すの本当に初めてで、今日は照れちゃいましたけど、でも本当にとても楽しかったです。ありがとうございます。私たちもなんか貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。またぜひね、あのライブにも行かせて、そうだね、行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、今回はこの辺で、また次回見てくださいね。またねー。